どうもお疲れ様です。学校給食について、ナミさんの方から動画の方を送っていただきまして、私もいろいろとね、考え直すこととか、思い出したことがありました。その一つが、給食の費用をね、滞納して、そのまま卒業する、まあそんな過程があるってことはね、確かにあるんですよ。うん、で、これは、給食を食べて、なおかつ、給食代ってのを払わない、まあそんな過程にも、問題があるといえば問題があるんですけども、 払えなななないいいいい現状っていうのね目を向けけくちゃいけないかなと思いま,すまあ私は小学生の頃給食のこの袋ってのがあってねそれを月に1回4,000円だか5,000円だか学校に持っていくようになってたんですよ。でその茶封筒に家でお金を入れてもらってそれを落とさないようにこうね学校に持っていって。 じゃあ給食代集めますよってからそれがどっかに行くみたたいいな感じだったと思いますそれによってお金を預かって正確にお渡しするってことを、まあ、子供心の中に覚えたりとかその給食袋をねお金が入ってますからそれをなんかね途中で買い食いしたりとかなくしたりとかしないようにとかあと問題としては給食袋をかつ上げする先輩とかがいてねまあ困ったもんですけどもねさまざ、あ、まそういったことがありながら 私たち昭和の世代は、まあ、生き抜いてきたのかなと思いますしじゃあその中でねなんで学校給食って別で費用を集めるのかなっていうところを今だったら考えることができるんですよ。さらにですけども何で学校ってのは給食があるのかなと。私が聞くところ私の母や父っていうのは小学校にそれぞれの家からねお弁当を持って行ってたんですよ。で 貧乏な家庭はお弁当に本当白いお米にね、あの、海苔がかかってるだけとか、それこそ日の丸弁当ってのは結構常態化してたんですよ。だからみんな貧乏だったから、日の丸弁当が周り見,か見渡してね、みんなが持ってきても、そんなにね、弁当によって差別はなかったんですけども、でも、医者の子とかお金持ちの子っていうのは豪華なお弁当でウインナーが入っていてハンバーグがあってみたいなね、豪華健爛な弁当だったの、わーいいな、いいな、みたいな感じで、あの、羨ましがってたっていう図はあります。 そういう感じでねどちらかというと一部の貧乏な子がお弁当を開けるのが恥ずかしいっていう時代ではなくってほとんどの子がほとんどお弁当を持ってくるか持ってこないかみたいなところでね、もう本当に戦々恐々としてる中で一部だけが金持ちで脚光を浴びるようなお弁当があったみたいなバランスだったんですよまあこれはね昔の昭和の映画とか見てもよくその表現っての出てくるんですよねあの佐賀のガバイばあちゃんっていうね すごくいい話があったんですけども、島田良一さんの。あの中にも、あの、なんかお弁当のシーンっていうのがあってね、担任の先生が気を使って、俺の弁当とお前の弁当交換してくれないかって言って、その主人公の少年の粗末な弁当をね、自分の豪華な弁当と入れ替えるみたいなことをやる心遣いとかがあったわけですけども、まあそれはね、あのー、置いといて、学校の給食なんでね、そもそもお弁当持参だった形が、 学校給食になっったのかっていうとこれは GHQ の占領政策の一環でパンとと牛乳を日本に売り込もうううっていうところから始まったよよなんですよだから学校給食にはパンと牛乳が固定で基本的に出てきてその売り上げってのが結局、まあ、アメリカの売り上げになっているってところが成り立ちだったんですけども思いのほか日本人の中にもパンが好きな人が増えたりとかね乳製品が肌に合ってる人がいたりとか現状で。 パンとお米の比率はなんとね、今お米を食べる人よりもパンを食べる人の方が多いっていうね、逆転現象が昨年起きたわけなんですよ。そう考えていくと、70年ほど経って学校給食ってのは日本人にね、パンと牛乳を売り込むのに随分成功したんじゃないかなと思います。まあそういったね、ちょっとこう、いわゆる政治的なあお話も出てくるわけなんですけども、でも学校給食って私はね、教育の一環だと思うんですよ。だから、 私が小学生の頃は、給食室の、まあ、おばちゃんっていうのかなお姉さんっていうのかなそういった方って公務員だったんですよね。つまり、学校に直接雇用されてる人なんですよ。だから、教員と同じ公務員っていう括りでした。まあ、当時、栄養士とかなんとかっていう資格があったのか分かりませんけども、とにかくね、国家資格を取って、給食の係に配属になるみたいな道もあったんじゃないかなと思います。ところが今、 学校に給食室がなくなってきて、知らし屋に外注民間に外注っていうことになったんですよね。そうなると当然入札ってことになって、なるべく安いところに給食を発注するようになってきました。そもそもここが間違いで、学校には食育給食育給のの予算っていうのがちゃんんと確保されるべきなんですよねその金額が例えば年間で3000万とか5000万とかっていうのを確保されて、その枠の中で、 なるべく質のいいいいいいお弁当を追求するみたななことになっていけばいいんですよでも残念ながら今どうなってるかっていうと3,000万5,000万ではなくて2,000万1,000万なるべくなら給食に関わる予算をどん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 絞っていってその絞った予算を学校の修繕費に使ったりとかあそれを契約した業者さんのキックバックになったりとかっていうのでちょっと歪んできたのかなと思いますそもそも民間に給食を外注しちゃダメだってことなんですよ 給食は給食室ってものを学校に併設して、給食係の人と関わるのも、ちゃんとね、生徒さんとの関わりってことで教育の一環にすればいいと思うんですよ。少なくとも、小学校、中学校の間はね。まあそうすると、避難訓練でも、給食室から出荷みたいな感じで、あ、確かに給食は火を使ってるから気をつけないといけないなっていうふうな意識も生まれたりとか、将来は給食室の係になってね、えー、小学校の皆さん。 自分の母校の中学校の生徒さんに美味しいものを食べさせてあげたいなとか、それが転じて飲食店の経営をやってみたいとか、シェフになってみたいとかっていう道も、小学校中学校に固まれるような気がするんですよね。でも、学校の中で食を作ってないっていうふうにね、あの、環境を押し出してしまうと、これでいいんだろうかと、うん。だってね、これ繰り返しになりますけども、決められた予算でなるべくいいものを生徒さんに提供しようという考えと、 予算をなるべく絞って内容はともかく安く納品してくれる業者さんを選ぼうかなっていうのだいぶ大きく違うわけですよ、ね。そもそも学校運営っていうのはあのー、基本的には税金で賄う公的資金で賄うものであって、ね、義務教育ですからその義務教育の一環に給食ってものもちゃんと事業の一環としてあるべきじゃないかなと思いますね。うん、でそう考えていくと学校給食に 給食代を別で支払うみたいなそういった考えっていうのはもうねなくしていかなくちゃいけませんしもし給食代ってのが必要だとかね給食に選択しようって儲けるんだったら例えばまあ保護者がですね学校を子どもの学校を選ぶ際に近くにあるからとかみんなが行ってるからっていう事情で選ぶんじゃなくて。 どこにはどんな教育が施されて、どのくらいの予算がかかるのかなっていうふうに、明確な選択をしてですね、選んでいかなくちゃいけないのかなと思うんですよ。例えばそこには、給食代は別途毎月6000円かかりますと。支払いが滞った場合は、生徒さんに給食が出ませんみたいなのも、それもありだと思うんですよ。だとしたら、給食費を払い続けられるなっていう自信のある家庭がそこの学校に預けるみたいなことになると思いますし、うん、やっぱね、あの、食い逃げじゃないですか、払わずに卒業なんてね。 じゃあそれはやっぱり請求がずっと来るとか、場合によっては差し押さえがあるっていう形にしなくちゃいけないのかなと思いますけどもね。まあなんせ子供にはね、そういう細かい事情がわかりませんし、罪がありませんから、あの、お子さんが安心してお腹いっぱい楽しい給食を楽しめるように、そしてそこで食に対して感謝したいとか興味を持ったりっていう環境を整えていくべきなんじゃないかなと思いますよね。まあそもそもね、給食の業者さんが潰れたとかね、トンズラしたとかね、 給食の業者さんが税金払えなかったみたいなこんなごたごたを子どもたちに見せるわけにいかないですよね。でそもそもそういった小学校中学校で税金や企業運営の教育をしてればいいればんですよ。でもそんなことが全くない中でそういったややこしいことを聞かせるのもまたおかしな話だなと思いますんでこの辺りでね給食も込みでの学校改革っていうものが教育改革っていうのが求められてるのかなと思いますけども。 文部科学省はね、そんなことをせずに、統一教会とズブズブやってるだけで、本当にくだらないなと思っちゃうところでございます。まあ、こんな不満があるとね、ついついね、政治に手を出してみたいなと思っちゃうわけなんですけどもね、はい。皆さんどのようにお感じになったでしょうか。それではお疲れ様です。